誰もが抱く妄想私の頭の中ではこんな愛があふれている木曜愛の妄想劇場木曜愛の妄想劇場も今日入れたあと4回になってしまいましたはい切なく読んでみましたエリスグリの妄想今日も三通お届けしたいと思いますはいまずこの方あ 石川県で聞いていただいててただますお<っ>ラジコかな新幹線で行きたいですねラジオネームキーさんという44歳の男性の方からいただきましたありがとう3月合格発表の季節この時期になると高校の合格発表の甘い思い出がよみがえってくる俺はその日一本電車を逃して 少し遅れて学校に着いたそこへ「合格してたよ!と」と以前から好きだったあーちゃんがいた俺はあーちゃんと同じ高校に行きたいため一年間猛勉強して合格したのだえ俺受かったのマジでよく勉強頑張ってたやん一緒の高校行けて嬉しい あーちゃんが言う俺は思い切って告白することにした俺あーちゃんが小学校の頃から好きでしたもし俺のことが嫌いでなければ付き合ってほしいんだするとこれからもよろしくね二人の間に桜が咲いたねあーちゃんと二人 もう一度受験番号をを確認しましまた手をつなぎながらよかった <laughs> 受験の時に恋愛色恋お付き合い邪魔になるのか励みになるのかもう昔から我々がもう学生の頃からあるいはその前からずっと言われてましたが、うん、どうなんでしょうね。 ねえ思い出ないな <laughs> <laughs> 中3の時は別に好きな子がいて、はい、一緒に受験勉強頑張ったとかいう思いではないですかもうねあのその頃からそうかあのうぶな玉代よ少女がい,、はいはい、いたわけですね、はい、はいはいはい一人だけ告白されたことあるんですけどテニス部のほう 中3ですか中ねはい中2中3とかテニス部の子にどういうシチュエーションでですかあの学校終わりとか部活の時とか,ううかあの本人じゃないんですけど、はい、あで中3の時は野球部の先輩に告白されました 2>, 2人じゃないですか1人じゃないじゃないですか <laughs> <う> 2>, 2人ですよ今指折りましたよ2本目を 1>,、はい、で1人目の子は、はい、あの同級生の子で、はい、友達が ええー、那田のこと好きらしいでみたいな階段上がっていく途中で言われて、あ,あるな。るなで下向いてもう全く気づかないふりをしました。もう今だったらパックン食いつくのに、<laughs> どこの頃は。パックンっていうのやめてください。<laughs> パッくん長でしょうもう。<laughs> パッくん長っていうのやめてください <laughs>、まあまあ。もうその頃はね、そういうことも含めてまあ恥ずかしいやめてく <laughs> う独りっていう。そうなんです。うん、で中三の時はあのー。 先先輩輩ですね年の野球部の先輩がと一緒に帰ったんです家まででも一回もあの顔を見れずずっと下向いたまま1メートル後ろをあの下向いて,て 1, 1メートル後ろはいもう並んで歩くなんてはずくてはずくて。じゃあお付き合いという形ではなかったんですかそれが何ヶ月か続いたとか、うん、結局苦しくて、うん、あのー 途絶えさせました、はい、あもう連絡はしなかったり、はあ、あのちょっとはいいたり、はい、男の人がちょっともうドキドキするんでということですよね。<laughs> いうことではい<ー>もうお笑いばっかりやってました。<laughs> <laughs> とにかく学校の先生のものまねを中学校の時はあの学校が終わってからひたすらいわゆる休み時間もひたすらやる子でした打ち気なだけじゃなくて明るいとこもいっぱいはっちゃけたこともあるんだけどでも、うん、そ,それを男の子が一生懸命なところを見てついてはくれるんですけどああそのお返事はでできないんですよだってね向こうにしたらたまよちゃんとお付き合いしたらあんなふうに毎日楽しく笑って過ごせるんじゃないかと思ってそう期待してたと思いますよ。違う,違うはみんなのだった あっそうなんだうわ大人になったらねそういうギャップっていうかみんなの前ではすごく明るいんだけど2人になるとドキドキしてもう可愛くてしょうがないですけど同じぐらいの年頃で中学生だったらちょっとねそこまで包んであげられないですよねそういう男の子の顔もね。恥恥ずずかかししいいい男子と人ななんて甘酸っぱ 亀井さんはあるんでですすすか中学生の時中学の時はななないいねね高校の時はやっっぱり、ね、あの受験ってみんなするじゃだからあのタイムリミットみたいなのがみんな同じあのゴールで設定されてるわけですようん、うん。完全に3月になったらみんなバラバラになっちゃうっていうのが分かってるんで、はい、高3ぐらいになるとだいぶメンタルがみんな強くなってきて、うん、男も女も告白しとかなかったら損だと。 はああそれは教学にある中学ぐらいだったら、うん、まあそんな遠くへはいかないですけど、うん、高校だと大学京都へ行くかもしれないし大阪へ行くかもしれないし東京へ行っちゃうかもしれないお<ー>ちゃんと思いを伝えとかないと一生後悔するぞっていうのをみんな全員思ってたんですよ。そっから中でぼっかんぼっかん今ぐらい告白の嵐ですよ。ったことなら高校 で受験が終わったら、うん、もうみんなあるいはね受験のさなかでもね、うん、図書室で一緒に勉強するとかで、はい、みんなうまいことちゃんと両立させてましたねなんか何るんですかおならもでるんで,すか月歩もできないんですよな何何喋るそうですねいやあの普通に受験の勉強でここが苦手とか得意とか、うんうん、あるいはもう昨日テレビ何見たとか、うん、もうそんなことも話しますし。うん もう私食べることも恥ずかしかしったもん男子の前では<ー>食べることって一番恥ずくないですか,あか噛むものを噛んだりものを口に運ぶとか内田春菊の漫画でそういうくだりあります確かに女性の方って男の人にものを食べられるのを見つめられるのってすっごい恥ずかしい人がいる,がいる初デートの時ピラフ私口に持っていくまで全部こぼしましたもん <laughs> 手震えて,恥ず,て恥ずかしくて恥ずかしくて あかねちゃんどう？別に全然恥ずかしくない？大丈夫？チアルちゃんは？そう塾やな。大丈夫。恥ずかしいな。あ恥ずかしいあそうわかるわ。あそうなんだ。物食べられるのみんな恥ずかしいんだ。 はずはずだからそうするでしょ<ー>高校生の時一緒にマック行ったりとかあんなよってかな食べるものによりけりだと思いますけどね丸ごと次行きましょう、ね、<ー>はい大阪府堺市からいただきましたラジオネーム「つゆだくおででんんさんの妄想です、はい、ニュースターラジオ」でメールが読まれたのでプレゼントで入浴剤がもらえるらしいピンポーン お届けものです。こ、この声はもしや彼女か。ガチャ。玉代です。入浴剤持ってきちゃったぞ。ぽぴぱパポあ、ありがとうございます。おでんくん、早速お風呂で入浴剤使っちゃうのだ。おでんをお風呂にいざなう玉さん。操り人形のように従うしかない。おでんであった。 浴槽から漂う入浴剤のパッションフルーツの香りにリラックスムードのおでんの耳に衝撃の言葉が届くたまよもくぴたまよも一緒にお風呂に入っちゃおうかなパポパポプリンゴそ,それは困ります困惑の言葉とは裏腹に ここれから起こる出来事を妄想してしてまいおでんの湯船の中のちくわは正直に立ち上がって反応しているのであった終わり最後思わぬ展開になりましたけどね <laughs> そういうあれでラジオネームだったのか <laughs> ありがとうございます。そうですよあのラジオを読まれたら 入浴剤がもらえるし。はい。しかも、サインが入ってるんですよね。あ、妄想劇場で読ませていただいた方に、私と珠代さんのサインを。<う>はい、あの中に入っているイラスト入りの紙に書いて、お送りしております。直接届けませんけど、すいません。菅田高原さん待ってて。<laughs> もうそれ以上、何も言うことがない。<laughs> ありがとう。こういうの、ありがとう。さあ、来ましたよ、珠代さん。はい あの例のブッチャーさんでございます。プロレス好きの女性アナウンサーとの妄想でございまして、先週ちょっと浅かったんで、はい、うん、どうなるのかな。えー、多分ねこれがラス前という設定だと思いますが、もう必ず毎週読まれる想定で送っていただいてると思いますが、わ<ー>、えー、かりませんよ。とりあえず行きたいと思います。はい、神戸市名駄具ラジオネームブッチャーさん、女子アナとの妄想第9弾行きましょう。は 結婚することになった俺仁助とカホカホはプロレス団体を辞めるため一旦アメリカに戻って日本に帰る準備をしに行った日本に戻る日はそのカホの誕生日またその日はアメリカの団体の日本興業も行われる場所は東京ドームこの大きな舞台で彼女のためにセレモニーも行われることになった それから一週間後の誕生日の前日一足先に彼女は日本に帰ってきただが俺はその頃家に別の女性といた知らずに彼女俺のマンションにやってくるピンポーンえなんでカホ帰ってくるの明日じゃなかったの慌てふためく俺彼女は合鍵を持っていた 開けて家の中に入った瞬間彼女は俺と女性の姿を見て怒り心んと誰よこの女私がいない間に浮気でもしてたのこの下手野郎家にあったパイプ椅子をカホが振りかざそうとした瞬間ちょっと待ってちょっと待って私よ私何よよく見るとその女性は彼女の後輩のアナウンサー いるのよいやそれちょっと言えないんだけどねえ新助さん言えないってなんでもうあ,あもうし助さんえいみまでいや違う違うななあえいみさん実はお二人結婚するんでしょだからかほさんのために何かできないかなとし助さんと考えてたのそうなんだよ分かってくれただからパイプ椅子下に下ろしてくれるやっと分かってくれたかほ なんだそういうことだったのもう最終回の前にびっくりさせないでよ <laughs> いや飲もう飲もう飲もうとにかく飲もうで最終回って何次回はいよいよ最終回舞台は東京ドーム <laughs> もうだんだん知り滅裂になってきますエイミって玉巻さんと同じ名字あの字で書いてあるんですけど玉巻エイミさんの想定なんですかねあが <laughs> またなんで後輩のアナウンサーが家にいることがそれのためを思ってサプライズになってるんですかね準備するんですかねじゃあ別に会社でやったりどっか喫茶店でもいいんじゃないかと思うんですけどね家にあげちゃダメですよダメですよ <laughs> 何してるんですかいやわかりませんすけさんれあ<の>もう別れるでしょ <laughs> これ別れる 昔ね、うん、昔、はい、ビートたけしさんがお若い時に浮気云々っていう話をご自身のオールナイトニッポン」のラジオでしてて、うん、やっぱね基本ねあのお姉ちゃんと一緒にいるとこをかみさんに見られても絶対に認めてたら駄目だと。ホテルにお姉ちゃんと一緒にいてかみ、うん、さんがそこに踏み込んできたとしても、うん、絶対に認めたら駄目だと。それは自分のためでもあるけどかみさんのためでもあると。うんうん、そこで あの「そうなんだ」って言ったらかみさんがかわいそうだって「絶対違う」ってうのあのもう全裸になってても違うって言わなきゃダメだって。うんらしいですよ。たけしさんがに自信があるし <laughs>、うん、やっぱビッグスターですからね家帰って、うん、謝らないと靴下がね、はい、裏返しだったことあるんですってたけしさん。 多分ねお店かなんか行ったらしいですそういうお店に、うん、お風呂に入る。たら、うん、あの急に何もしてないぞって,言ってたけしさん。うん、靴下だけじゃないぞってパンツも俺裏返しなんだってそういう人間なんだって,って印象薄めようとしたってう、うん、ネタだと思いますけどね。基本家に入れちゃダメみたいです。はい。この人は、ねえー、次どうなるんでしょうか。<laughs> あのブッチャーさん一応送ってください。はい。 堀内先生の関門が、作家の堀内先生がちゃんと吟味しますんで。関門、はい、をくぐり抜けてください。しゃがむ、もうこれ分かれる。パターンでしょあ、玉井さん、そう思いますか。うん。家入れて。パイプ椅子まで。持ち上げて。<laughs> また、なんで普通の家にパイプ椅子があるんですか。<laughs> こんな荒っぽい。彼女やった、もう分かれるでしょ <laughs> <laughs> 木曜愛の妄想劇場。 来週再来週最終回もできるかなとりあえず今胸に抱いてる妄想が終わりの方ぜひ早めに送っていただきたいと思いますメールまたはハガキあるいはファックスでお待ちしております読ませていただいた方には入浴剤に私たち二人のサインを入れて、はい、プレゼントさせていただいております、はい、では島田珠代さん宛先お願いします <laughs> ましたメールは八八アットマーク mbs 1179.com88-mbs1179.comTwitter はアットマーク newstar1179 アットマーク newstar1179FAX は大阪0668099090大阪0668099090おはがきは 郵便番号 530-8304MBS ラジオ「亀井マレオのニュースターラジオ」「亀井マレオのニュースターラジオ」までだよお待ちしております。